私とのことはもう終わったことだ。源之助様。安部、中山安部。この深川の畳屋をできるだけ大勢すぐに集めておくれ。平殿、覚えたか。即刻切腹させ。厄介なのが赤穂浪士についたものじゃ。やりにくい。赤穂とどのような関わりがあるのだ。助けを求められたから協力した、それだけのことだ。私たちがこのお方を御前とお呼びしてるのはね、上様の縁続きのお方だからなんですよ。お前に会うのはこれで二度目だ。旅にはいつ出られるのですか。あまり先へは伸ばせぬと。ここで結城様にお会いできたのも何かのお導き、司法よろしくお願いします。私はただの逃がし屋。平天にかけ参じさせるわけにはいかぬ。このままではあの連中に捕まるぞ。通りがかりの婆さんに噛みつこうとした犬を蹴飛ばしただけなのに、うちには女房と向かいは6人もいるのに。そこを出ると船がある。逃げる気ならば行くがよい。将来憐れみの霊をないがしろにした不届き者だ。どかぬと貴様もただでは済まさんぞ。貴様、邪魔をいたすか。向かえ回れ。ほう。こちらですか。お願いします。いたぞ。こっちだ。おい、待て大川を泳いでおるわけにはゆかぬだろう。諦めた方がいい。
船頭さん、あのご浪人は？逃がしの御前。逃がしの御前？ああ、別に商いにしてるわけじゃねえが、追われて困ってる連中を見ると放っておけずに時々逃がしてやっていなさるのさ、おめえのようにな。切りかかってきた犬役人の手から太刀を奪い取った御前はすーっと静かにあのおとなしの構えに入った。それから太刀を突きつけられた役人はプルプルいつまでも油を捨てんじゃないよ。お客だよお客。もうこれから戻れよ。ほら戻れ戻れ、お前らとっとと戻れ。働け働け。おいで続きはどれって八右衛門さん、はい、お二人さん入船町までお願い。はいよ。ありがとうございます。ありがとうございました。どうぞお気をつけて。で御前はそれからどこへ？聞こえてたんですか？大きな声で嫌でも耳に入りますよ。御前は多分いつもの墓参りじゃねえかと。そう、お墓参りって神田の方で町道場やってらしたとかいう御前の薬頭の先生の？ああ、確か他に墓参りをする身内がいねえっていう。だからこの深川から小名木川通って大川越え、御前が毎月一度は必ず出かけるのさ、命日の前後にな。そうですよね、おかみさん。ええ、みたいね。詳しいことは知らないけど。詳しいことは知らないって？御前とおかみさんは兄弟なのに？兄弟は兄弟でも、おかみさんのおふくろさんが御前を育てなすった。つまり二人は同じお乳で育った乳兄弟だから、血のつながった本当の兄弟ってわけじゃねえ。誰がこれを？はあ、女の方がお見えになったみたいですが。女？はい。しよう。ご無礼いたした。お月でございます。おめでとうございます。
しい。午前、昼間助けてやった大工の源太が礼に来てこれを置いてきました。板場に行って煮付けにでもしてもらいますよ。俺はいい、みんなで分けてくれ。ありがとうございます。今日も一日ごちそうさまでした。まったく生類憐れみの霊なんてひでえもんだ。だいたい上様の周りにろくな失礼します。それだけじゃないよ。おかみさん、午前がお帰りに。第八車や、あ、そう、のかごにも。じゃあここお願いね。ちょっと失礼します。どうぞごゆっくり。お帰りなさい。何かあったんですか？いえ、別に何も。隠してもダメですよ。顔に書いてありますよ、何かあったって。お墓参りにいらしたんでしょ？島田先生の。俺の前に誰か墓に参っていたらしい。誰かって、確か江戸に身寄りは一人もいらしたんですか、あの志保って方が。生きてらしたんですね、やっぱり。長いことは生き方知れずだったのに、父親の島田先生がお亡くなりになって間もなくだからもう5年に、何も言わずに午前の前から黙って姿を消してしまって、それなのに今頃どうして。しようだと決まったわけじゃない。でももしそうだったら、もし志保さんだったら、午前はもう終わったことだよ。本当に終わったんですか。午前の中には今も。仮に志保が生きていたとしても、おそらく誰かの女房になっているだろう。人を頼んで調べさせましょうか。その必要はない。でも午前、格別しろうとも思わん。人の女房になって幸せに暮らしているならそれでいい。もう終わったことだ。Thank you.
私を妻に？本当にいいのですか？私のようなもので本当に？生涯を共にするのは仕事の人がいないとそう思ってきた。嬉しい。慶之助様。娘、声がでけえ。聞こえるじゃねえか。ごめん、その娘確か5年前に行き方知れずに。午前とな、夫婦約束までしてたのに急に姿を消したっきり、音沙汰がないらしいって聞いたことが。なめは確か、志保さんとか言うらしい。その人がどうかしたんですか。ひょっとするとこの江戸に舞い戻ってきてるかもしれねえんだよ。江戸に舞い戻ってる？御前は知ってるのか。知ってるのに肝心の御前がちっとも動かねえから、どういうつもりなんだろうって女将さんがイライラしてるみてえなんだよ。志保って人が前戻ったら、おかみさん、当然のことを諦めなきゃならなくなるよな。そこが女心の難しいところさ。あの気性だからな、おかみさんとしちゃこのまま知らん顔はできねえと思ってるんじゃねえのかな。なんで逃がしの御前にお助け願いたい。人殺しと間違われている。そうらしいんです。押し込み強盗の濡れ衣を着せられてるとかで。どう見てもそんな物騒なことのできる面じゃありませんよ。ありゃ本人も生まれてこの方虫一匹殺したことがねえって半泣きでさ。貴殿が逃がしの。お手数をおかけして申し訳ござらぬ。何をする。この刃こぼれと血油から見るとお主人を斬っているな。それも一人や二人ではないようだ。どうやら濡れ衣ではなさそうだな。
まんまと騙されるところだったぜ。虫一匹殺したことねえなんて、よくも抜け抜けたからやる。ゆうきさん、ゆうきさん、ゆうきさんだ。やっぱりゆうきさんだ。おう、やすべ、中山やすべ。中山やすべ、高田のババの、あの大酒飲みの中山やすべ様。お久しぶりです。ゆうきさん、もう一手、もう一手を頼み申す。いやあ！参りました。あれが噂のおとなしの構えなんですね。まさしく噂通りでした。私はもうすみません、なかなか仕官の口が見つからず、浪人暮らしの足しにと最初に考えたのが喧嘩の仲裁でして、初めはうまくいったのですが、そのうち拙者の姿を見るとみんなさーっと喧嘩をやめてしまうようになり、で次に考えたのが道場破りか。まだ始めたばかりなんですが、早くも挫折です。いや、人生思い通りにはいかないもんですね。いや、拙者もう好きなんだろう。まあ遠慮するな。おい、はい、下げたの。はい、ではお言葉に甘えて遠慮なく。久しぶりだった。あれから5年、ただいまは中山改め堀部安兵衛、播州赤穂の浅野家の家臣。そうか、仕官を。それはよかった。仕官といっても実のところは縁あって向こうに入ったおかげなんですよ。ゆきさんは？私は相変わらずの気ままな浪人暮らしだ。私はてっきりあの人と、確か志保さんでしたっけ、島田先生の娘さん、結城さんはあの人と暮らしているものだとばっかり。まあ人生いろいろありますからね。私も何とか仕官はしたものの、したらしたでこれが厄介なことだらけで、参ってしまって。
失礼します。お待たせして申し訳ございません。どうかもお構いなく。さあ、ご遠慮なさらずに。さあさあどうぞ、お一つ。あ、では。あら、とくりのお酒を残らず飲み干して高田の馬場へ駆けつけたって噂の安兵衛さんとは別人みたい。ごめんなさい、失礼なこと。あ、いえ、何か食ったくなるのだろう。安兵衛、話してみろ。このまましんねりむっつりしてちゃお二人に失礼ですね。喋ろう、喋って楽になっちまう。殿様のことなんです。殿様はこの度勅使供役を拝命されましてね。指南役は高家筆頭吉良上野介様。ところが半月以上経っても一向に指南が受けられない。半月以上も。ええ、ひどい話だな。今日から勅使が到着するのは3月11日、あと20日足らず。周りの者はみんなやきもきして、各申す拙者も。殿はどちらかといえば短気、何事かなければいいがと不安なんです。やっぱり浪人の時が気楽でよかった。でも吉良様ってどうしてそんな意地悪なこと。ああ、塩です。吉良でも塩を作っているんですが、赤穂城にはかなわない。作り方を教えてくれと。ですが。お断りになられた。塩は我が赤穂派にとって大事な収入源です。作り方は秘伝、簡単に教えるわけにはいかない。そのことを根に持っての異種返しか。つまらないお人ですね、吉良上野介様って。ゆきさん、何かいい手立てはないものでしょうか。そうだ、ゆきさん、お父上に頼んでもらえませんか。以前島田道場の門弟に聞いたことが、結城さんの実の父上は猿大名家のご当主で、上様にもずけずけものが言える家紋大名らしいと。そのお父上に頼んでもらえれば。ただの噂ですよ、御前のお父上がお大名だなんて。安部、私には父はおらぬ。ん？そうですか、ただの噂でしたか。まあまあ、せっかく会えたんじゃありませんか。また浪人同士に戻ってさあ。そうだ、安部、久しぶりに飲もう。はい、さあどうぞ。それでは。では。今さらなんか食ってるな、お前は。元気で長生きするには食い過ぎに気をつけるこった。そう、人間何事もほどほど。どうしたの善一さん。べっぴんだ。確かにいい女だぜ。頭巾をかぶっててあれなんだから
頭巾を取ったらさぞかし。来た、こっち来た。お伺いしてよろしいでしょうか。よろしいでございますよ。なりとはどうぞ。この辺りの船宿に逃がしの御前と呼ばれているご浪人さんがおいでになるとか。おいでです。どちらの船宿に。それでしたらこの千川においでです。こちらに。おかみさん、この人がね、御前を訪ねて見えたんですよ。御前を。千川のおかみです。御前のことなら何でもご存知なんで。あいにく御前は出かけてて留守なんですよ。そうですか。どちらへお出かけなんで。家の中にばかりいちゃ体がなまるからって。あ、近くをブラブラしてなさるんじゃねえか。そうだな。な、ちょっくら探してきます。いえ、それには出直します。私御前に何か。ちょっと。あの、もし失礼ですけど、お名前は。何とおっしゃるんですか。私は。あ、御前が戻ってきましたぜ。お帰りなさいし。お帰りなさい。こちらの人が御前にご用だとかね。父のお墓のあるお寺の方から啓之助様のお噂を。今は深川西町の船宿にいらして、逃がしの御前と呼ばれているらしいと。今さらお目にかかれるような筋合いでないことは。でもどうしてもお会いしたくて、お会いしてお詫びしなければと。5年前父が亡くなった後、上方の親戚の借財を受け合っていたことが分かって。何故私に何も言ってくれなかったのだ。迷惑をおかけすることはできませんでした。啓之助様のことを知ってしまった以上は。私のこと。亡くなる前の晩、父が教えてくれました。啓之助様がどなたのお子であるのか。町道場主の娘とはあまりに身分が違いすぎて。ですから。私の前から黙って姿を消したとか。ああするよりほか。成田屋に嫁いでから今まで大阪に。江戸へは最近戻ってきました。亭主とはうまくいっているのか。はい。優しくしてもらっているのだな。
ましょうか。ならばいい。私とのことはもう終わったことだ。玄之介様、日の主に戻った方がいい。船で送らせよう。出かけていたようだが、5年ぶりに神田界隈でも歩いてきたのか。神田はお前が生まれ育った町だ。懐かしかったろう。どうかしたのか。いいえ。久しぶりに人混みの中を歩いて疲れたのであろう。少し横になるといい。いえ、私は平気です。いいからそうしなさい。志保さん、午前に何を。黙って姿を消したことを謝りに来たようだ。本当にそれだけですか。5年前のことを謝るためだけにわざわざ。なんだかそれだけじゃないような気が。もう終わったのだ。私としようそれだけのことだ。までに直視休息所の畳を全部取り替えろというのは。先ほど吉良様より同じ京王役の伊達様に伺ったところ、伊達様ではとっくに明日までに300枚の畳。間に合う気ありませんよ。今日まで頑張ってきたのに、これでもう。明日の朝までだろう。なんとかなんとかしてみようじゃないか。諦めるのはまだ早いぞ。どうにかならんか。見ての通りだ。無理だね。おいよ。おい、どこだ。あれは5つの金か。それとも どうでもいいか。どの道もうおしまいだ。何もかも。安部、
ゆうきさん、いいところへ。一緒に飲みましょう。何があった？また吉良上野介之助の嫌がらせですよ。明日到着される勅使が休息する増上寺の部屋の畳300枚新しく買い揃えなければ悪王藩はおしまいなんです。いいかい、この深川の畳屋をできるだけ大勢手分けしてすぐに集めておくれ。分かったね。京さん、ほら安兵衛さんもグズグズしてないで早く戻って畳替えの支度を。かたじけない。このご恩は不肖堀部安兵衛一生礼を言う相手が違ってますよ。え、じゃあ安兵衛は私の唯一の友、力を貸してくれとおっしゃって。はあ、ゆうきさん、ほらグズグズしてないで。おお、分かった。我々ではこうはいきませんでした。いや、俺の力じゃない。ある人のおかげなんだ。ある人？間に合ったそうですよ、畳替え。そうか、間に合ったか。安兵衛さんの使いが今知らせに。よかった、これで赤穂藩もお殿様も無事に。わ、本当によかった。この後何事も起こらねばよいが。おきまして、播州赤穂藩主浅野匠の神、高家筆頭吉良上野介之助殿に対し任状に及びましてございます。何で、上野介之助は命に別状はないとのことでございます。いかが取り計らいましょうか。考えるまでもない。即刻切腹させ、浅野家は取り潰しにいたせ。はは。
ありがとうございました。ありがとうございました。おかみさん、大変だ大変だ大変だ。浅野の殿様が殿中で吉良康介之助に人情だとよ。え、安兵衛さんどうなるんですか。浅野家はおそらく亡くなるだろう。安兵衛さんまた浪人に戻っちゃうわけね。せっかく仕官できたというのに。私にも予測がつかないが、これでまた浪人が増えることだけは確かだ。どうしたんだ。御前に会いたいってお方が。私に。御前には以前一度だけ会ったことが終わりだとか。もっともその時の御前は元服前だったと。どうします。こたびのこと、そなたはお上の処置をどう思う。公平さを欠く処置は世情不安のもとになりかねないと。わしも同感。近いうちに上様にお会いしており申し上げるつもりじゃ。お前に会うのはこれで二度目だ。わしも年を取った。できればいつでも会えるところにいてほしい。時にはゆっくり語り明かしたい。どうじゃ慶之助、わしのそばへ戻ってくる気はないか。のう、芸能。心を許してはおらぬか。無理もない。今日まで父親らしいことは何一つ。なんでここに置いてあった図面がねえぞ。
探せよ。なくすなんて言ったら棟梁に叱られるぜ。おい、どうした。ここに置いてあった図面がねえんで。何？あ、いや、おい、熊さん、熊さんよ。どうした？あ、すみませんね。おめえの探したかい？確かここに図面を置いたんだ。バカな、おい、寝ぼけてんじゃねえか。寝ぼけてんじゃねえよ。どこだよ、おい。ねえ、おい、おい、もしかしたらあいつかもしれねえ。金太だ。何か心当たりがあるのか？棟梁の娘さんの知り合いだってんで手伝いに雇った金太ってやつ、動きがあきこちねんで素人じゃねえかと思ってたんでさ、もしかしたらあいつが。堀部さんの知り合いです。逃がしてください。そこをどいてもらおう。この船宿に逃げ込んだ者に用がある。あいにくだが通すわけにはいかぬ。どかねば切る。どうやら目指す相手に逃げられたようだ。上杉家家臣としてやらねばならぬ仕事がまだまだ残っておる。今ここでお主を相手に命を懸けるわけにはいかん。一つ聞きたい。俺が追っていたのは阿公の浪人と思われる者。お主は阿公とどのような関わりがあるのだ？何の関わりもない。助けを求められたから手を貸した。それだけのことだ。調べさせてもらうぜ。どうしてうちの中なんか調べるのさ。怪しいもんでも逃げ込んだっていうの？一体誰の命令なんです？うるさい。おかみの御用だと言っておる。おい、やれ。やせ、他の部屋も調べろ。お役人、一体何のお調べなんですか？黙ってちゃ分かりませんよ。もったいぶらねえで何とか言っておくんないよ。もう我慢ならねえ。いくら役人だってやっていいことと悪いこと。貴様、牢の中で頭を冷やしたいようだな。御前。逃がしの御前というのは貴様のことだな。番屋に来てもらおう。聞きたいことがある。断る。従わぬのなら代わりにこいつらをしょっぴく。それでもいいのか。お待ちよ。このお方を番屋なんぞ引っ張っていったら、えらい目に遭うのはお前さんたちだよ。分かってるのかい？何？私たちがこのお方を御前とお呼びしてるのはね、上様の縁続きのお方だからなんですよ。
かすと許さんぞ。私も元は辰巳芸者の端くれ、嘘と坊主の頭は言ったことはないんだ。分かったらさっさと引き上げるんだね。お引き上げったら。名は結城慶之助。結城慶之助。ほうほうほう。おそらく上様のまたいとこである姫路藩主松平直則様のお子、しかも無念流の達人だとか。松平直則様といえば上様にずけずけ物を申されるので有名な。それだ。厄介なのが赤穂浪士についたものじゃ。やりにくい。だが赤穂藩元国柄を大石蔵之助は仇討ちなどする気は毛頭ないという噂も。密偵からもその旨報告は来ている。決起に流行る江戸在住の赤穂浪士の中には大石打つべしとの声もあるとか。それならなおのこと、その結城慶之助のことをことさらに警戒する必要はないと存じます。それにしてもよ、赤穂浪士ってのはだらしがねえのもいいとこだぞ。まったくだ。あれから一年以上も経ってんのによ、踏んでもなければ済んでもねえんだからな。お殿様の仇を討つ気なんかこれっぽっちもあるやしね。ああそうだ、早い話がよ、から岸育児のね腰抜けぞろいってことで。ってことは何かおい、赤穂浪士じゃなくてアホーローしてか。ゆきさん、おい、おっ、おい、おやじ、酒だ。我々はすぐにも殿の仇を。ですが、ご家老が大石蔵之助とかいう国家老のことだな。はい、軽挙妄動は慎め、何よりも浅野家の再興が先決だとおっしゃって、我々は腰抜けぞろいだとバカにされてるというのに。午前にあんな知り合いいたっけ。いや、初めて見る顔だぜ。一体誰なんだ。おかえりなさいまし。おかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさいまし。御前、あのお侍が御前にお会いしてとさっきから待ってるんで。私も。へえ。お初にお目にかかります。大石蔵之助と申します。ああ、いや、江戸は久しぶりでしてな、気ぜわしくて田舎者にはいささか疲れまする。あ、申し遅れました。堀部安兵衛がお世話になっておるとか。結城殿の大噂は伺っておりました。私に何か。結城殿にお願いの儀があって参上いたしました。願いとは。浅野家最高、亡き殿様たったお一人の弟君大学様をもって浅野家再興を願い出ております。そこでぜひとも結城殿にお力をお借りしたいと。私に力を。安兵衛から聞いております。結城殿のお父上は家門大名松平直則様だという噂が。もしその噂が本当ならば松平様からお口添えを願えないものかと。
ゆき殿。何とぞこの通りでござる。朝の下最高本心ですか。無論のこと、老子たちが吉良邸に探りを入れたりしていることは、これは意味のないことなのですか。安部たち江戸の赤穂浪士も腰抜け呼ばわりをされています。こたびのことで浪人した浅野家家臣は300名余り、家族や奉公人を合わせるとその数は優に1000を超えます。まず何はともあれ、その者たちを路頭に迷わせぬようにするのが身どもの役目かと。手は尽くしましたが、いまだお家再興の気は。そこで最後の望みを行き殿に。猿之助、どういう風の吹き回しじゃ。びっくりさせるやつだ。加減が悪いとは知らずに初めてだな。初めてお前の方から会いに来てくれたの。何か頼みがあってのことであろうが、見ての通りだ。病のことは隠してきたが、もう動けぬ。もうすぐあの世へ旅立つ。初めて、お前が初めてわしを頼ってくれたというのに。そなたにはすまぬと思っておる。わしは知らなかった。そなたの母がそなたを身ごもっておるとは知らずに、いとま思いを許した。そなたの母はわしに余計な負担をかけまいと何も言わずに去った。あの時分かっていたら、いとまごいなど許しはせなんだ。いや、それも今となっては言い訳に過ぎぬ。許せ。許してくれ、慶之助。父と呼んでくれた。
初めてわしに会いに来てくれて、初めてわしを父と父上ご面倒をおかけいたした。直則様はお体のことが分かっておられたので結城殿に会いに来られたのでしょうな。そのお気持ち分かるような気がいたします。お石殿、これからいかがなさるおつもりですか。旅に出ようかと思っています。旅に、気の合う者を集って、長い浪人暮らしで気持ちのすさんだものも少なくありませぬゆえ。旅にはいつ出られるのですか。あまり先へは伸ばせぬと。お呼びでしょうか。ここを閉め、大阪の店だけに専念することにした。さようですか。では私も支度を。お前は大阪へ来なくていい。え？さてと次の一手は、一日も早く吉良様を米沢へ連れて行くことだ。そうすれば仇討ちの心配などしなくて済む。それが何度申し上げてもわしは悪くないの一点張り。仇討ちなどがあっては上様に傷がつく。わしはそれが気になっての。吉良様のことなどどうでもよいが。申し上げます。ただいま知らせがございまして、姫路藩主松平直則様はご逝去の由にござります。何？下がってよい。は。あとはせがれをどうするかだな。結城圭之介と申す浪人者でございますか。念には念を入れるに越したことはない。じゃあよろしく頼むよ。ありがとうございました。志保さん、
わかりません。ただ江戸の店はいずれ閉める。上方の店だけにする。だからお前は一人になれ、そう言って。一人になれ、上方に行くのが嫌だとそう言ったんですか。いいえ、ついてこいと言われればついていきます。夫婦はそれが当たり前。でもあの人はついてこいと言わず、一人になれと。午前にこのこと。いいえ、健之助様には黙っていてください。でもこれでいいんです。これからは私一人で生きていきます。志保さん、縫い物は昔から好きだったんですよ。ですからちっとも苦になりません。恋し恋しと泣くせに足の船頭仲間の知り合いで、どうしても女船頭になるんだってここへ。おまん、午前だ。挨拶しな。はい。門でございます。どうか可愛がってやっておくんなさい。可愛がるはよかったな。午前が本気にしたらどうすんだい。そうなったら死んでもいい。バカ野郎。おまんさん、おかえりなさいし。おかえりなさいし。仕事仕事。おかみ、何かあったのか。 いえ、別に何も。実は志保さんが成田屋さんから去り状を。去り状。今まで
回り道をしたと思えばいいじゃありませんか。午前、口には出さないけど志保さん、心の中ではきっと思っておいでですよ。できれば5年前に戻りたいって。だからこそこの深川に少しでも午前の近くにいたいと思ってそれが女心ってものなんですよ。おかみ、志保には夫がいるよ。さり状渡したんですから、志保さんとはもう赤の他人に。何故今さり状ですから。日本橋の店を閉めるから。そのためだけに離縁したとは思えない。わけなんかどうだっていいじゃないですか。これで午前は何の気兼ねもなしに志保さんと一度は終わってしまった二人でももう一度やり直せるはず。やり直して午前と志保さんには幸せになってもらいたい。私本心からそう思ってるんですよ。どちら様ですか。手前はこの店の主、成田屋清兵衛と申します。通りすがりの者、くぐり戸が開いていたゆえ不審に思い。ごめん。結城様、やはり結城様でございますね。そうに違いないと思いました。私は生まれついての浪人でした。何をやってもうまくいかず、もうこの世をおさらばしようと思った時、あるお方に私に塩を打ってみるように勧められました。それが全ての元になっています。人は一生に一度は何もかも投げ打ってもやらなければならないことがあるもの、今がその時だと思っております。その方の大事に私の全てを投げ打つ決心をしたのです。それで志保殿を離縁なされた。志保に災いが及ぶようなことがあっては、この江戸の店を閉めて大阪の店だけにしたのもそのため。残した書類を始末しに来ましたが、全て終わりました。これから被害回線で大阪へ戻ります。ここで結城様にお会いできたのも何かのお導き。司法よろしくお願いします。司法の心の中には今も結城様が生きております。ご存知でしょうが、あの人は生まれつき
あまり丈夫な方では。司法、よろしくお願いいたします。志保の心の中には今も結城様が生きております。玄之介様、人は一生に一度は何もかも投げ打ってもやらなければならないことがあるもの、今がその時だと思っております。その方の大事に私の全てを投げ打つ決心をしたのです。旅に出ようかと思っています。大石だ、あまり先へは伸ばせぬと。成田屋は大石のために。どうやら忍びのようだな。誰に頼まれた？玄之介様、成田屋清兵衛殿に会うた。なかなか立派な男だ。もう一度成田屋のもとへ戻ることを考えた方がいい。結城様、成田屋清兵衛は志保殿を嫌って離縁したのではない。志保殿を災いに巻き込まぬために。左利嬢、あの男は今も心の底から志保殿を思っているのだ。御夫の絆というものはたやすく切れるものではない。
8割方できております。あともう少しでございます。今しばらくお待ち願います。何もかも投げ打って我らのために、何とも俺の申しようもない。数は50。ご家老は分かっておられるのですね。江戸でも次々と脱落する者が出ています。つまりはそのくらいの人数になると。そう思っておる。片平は皆綿入れ、内入りは冬でございますか。当方の出来上がりもそのあたり。日垣海戦で江戸へ運びます。海戦から下ろしたら一旦小舟でどこかの中洲へ。間違いないな。大石と堀部安兵衛ら赤穂浪士に間違いありません。それにしても海産物問屋の成田屋がどうして。定かではありませんが、今日の三条小梶付近でたびたび目撃されていることからも、成田屋は大石のために武具をあつらえた可能性も。仇討ちのためにか。事実ならばおそらくそうではないかと。柳沢様、武具はどうやって江戸へ。おそらく船で運ばれるものと。日垣海戦、樽海戦、北回り船、船では捕まえようがない。成田屋を見張るしか手立てが。成田屋を引っ捕らえ吐かせれば。その肝心の成田屋をどうやって見つけるのじゃ。はあ、女しかあるまい。女と申されますと。結城慶之介につけたお門からの知らせでは、成田屋は女房と離別したとあったが、大石の仇討ちに加担するための離別であったのなら未練があるはず。必ずや女房のもとへ会いに。確かにそれも考えられまするな。猿橋。は。女から目を離すな。はあ。たくもいただき。おかえり。ただいま。寒くなった。おかえりなさい。はい、これお願いね。どうしてた、志保さん。針仕事してました。いっぱい引き受けちゃってあんまり眠ってないみたいで。かわいそうにな。一緒に暮らしてやりゃいいのに。午前も冷てえよな。本当は惚れ合ってるのに。いや、おいで。雪様と一緒に暮らしていたのではないのか。
いえ。二人で幸せにな。あなたはどこへ？どこ行くか。お前と会うのはこれが最後になるだろう。あなた、成田屋清兵衛、一緒に来てもらおう。その積み荷を見せてもらおう。あいにくお見せすることはできかねます。積み荷はもらうぞ。命に代えても渡すわけにゃ。
成田屋殿、この通りお礼の申しようも。お役に立ててこんな嬉しいことはございませぬ。ですが大石様にお伝えくだされ、これはすべて結城慶之介様のおかげだと。結城さんの。傷はかなりの深さだが、なんとか命は取り留めるだろう。気がつき次第江戸を離れた方がいい。お京さんから成田屋は功労士の方々のために手を貸したと。おそらくこの先も追われることに。だからできる限り早く江戸を。わかりました。機内であちこち一人で旅をしていましたから、行き先はどうにでもなると思います。今度は一人旅ではない。志保殿も一緒に。今の成田屋には志保殿が必要なのだ。人には果たさねばならぬ役割がある。成田屋は命をかけてそれをやり遂げた。次は志保殿と、そして私の番だ。成田屋と共に江戸を離れ、夫婦として添い遂げる。それが志保殿の役割、果たさねばならぬ妻としての志保殿の務めなのだ。成田屋の危機を必死で知らせてきたのは志保殿が妻である何よりの証だ。江戸を離れる船の出会いはできている。私はただの逃がし屋、身元二人、末永く幸せに。果たさねばならぬ役割が私にはまだ残っている。
健之助様。大丈夫ですか。ああ、結城様がお前をここに。ええ、やはりそうか。世話になった結城様にはよろしく伝えてくれ。みだりに外へ出ては町方のお役人。心配ない。私もお供します。何をいたすんだ。私とお前はもう夫婦の絆はたやすく切れるものではありません。添い遂げることが私の務めです。志保、お前ついてこいと言ってください。お供します。あなたにどこまでも。志保、Look!
天にかけ参じさせるわけにはいかぬ。お主やはり悪魔の上杉家家臣小林平八郎、今宵この命かけさせてもらう。恐れながら、吉良少将様とお見受けつかます。播州赤穂浅野家国家老大石蔵之介、お命申し送るは忍び難け、侍の一分お覚悟願わしゅ。知らぬ、撃たれる覚えはない、知らぬ。ごめん。
ちらに由紀さんが。吉安、世間では赤穂浪士は忠義の士だと皆もてはやされておるそうじゃの。しかしながらご政道に歯向かった不貞の徒として切腹を申しつけるべきかと。それにしても平方の助っ人はことごとく死んでおるのに、赤穂浪士には一人の死者も出ておらぬのはなぜじゃ。赤穂浪士は鋼の片びら、桃引きなど家事装束のようないでたちだったようで、おそらくそのためではないかと。よいか、それを作ってやった者もご政道に反かった不正の徒だ。即刻見つけ出して断罪にいたし。なあ吉安、このままでは将軍の権威は地に落ちて、この綱吉が笑い者になるではないか。分かっておるのか。お前は分かっておるのか。慶之助様。